ネムルト山はバンコを内陸湖にしたトルコ東部にある火山である。名称は旧約聖書の創世期及び三箇所にこの地方を治めていたことが記されているニムロ道にちなむ。ネムルト山は東アナトリア地方、ビトリス県の小さな町タトワン付近に位置する。山はバンコの南西岸から北はアフラトまで至る。標高は3050メートルで、 大きさが7倍8キロメートルの楕円形のカルデラを有する。カルデラの西側には水深1 5 5ルの冷水の火山湖であるね、ムルト湖がある。また水温が摂取60度に達する小さな断水の湖もあり、火山活動が継続していることを立証している。ネムルト山は東アナトリア地方の火山山脈の最南にある一番新しい火山である。 清掃火山であり、地質時代の第四期に噴火が始まり、1597年まで活動が続いた。この噴火により、万県から無主県に至る川の流れが分断され、トルコ最大の湖であるバンコの形成が導かれた。ありがとうございます。